天春景餅は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。上杉氏の家臣で上杉四天皇、越後十七将の一人、越後国伊塚ま姿上主、越後三条上手。景餅の天春氏は、羊について以下のような諸説があり、天春景餅の登場が歴史上で初と考えられている。なお、同じく上杉氏の家臣である。 甘かす継ぎは当園にあたる。青年については、現存する家系図の中に記述がなく不明。越後植杉氏に仕え、松型城や山頂城の城主であったと言われるが、領有の経緯や審議については、不明な点が多く、恩湖のしおり、越後古城記飯塚村氏植杉謙信殿に、京持ちの居城であったと記されるなど古くからの伝承がある一方、 天か大見守る家系図、聖は源氏天か家家府、原生店河瀬主系府では、三条上昇であったとしか、記されていない。江戸時代の書物、信濃のサザレイ氏には、天文16年10月、主君である長岡影虎が、田草山に城を築く際に、完成するまでの仮の取り出として、長野県長野市と世の近辺に、景持ちが三城を築城したと言われている。名は、 長茂であったが、影虎から返帰を受け刑持ちと解明した。永禄2年、上落していた影虎が帰国した際に、越後の諸将は影虎の宗教を祝して太刀を送ったが、刑持ちも疲労立ちの衆の一人として、金福人の太刀を進呈している。永禄3年、影虎による関東管令。 上杉憲政を報じた関東出陣に従い、北条氏康のこもる小田原城攻撃にも従軍した。また、影虎が関東関連職と上杉の名跡を継承した際には、宇佐美貞光、柿崎慶華、川田長近と共に、鎌倉鶴岡八幡宮でお崎き大将を務めている。長尾影虎改め上杉正虎は、永禄四年八月、川中島に出陣して、 海の国の武田信玄と対峙した。この戦いで、慶持は伝軍を受けたまわり、千曲川に布陣して、西女山から下ってくる、武田軍の別動隊と激戦を繰り広げた。そのため、武田軍では、謙信自ら伝軍となったと勘違いした者が多かったという。また慶持について、紅葉軍艦では、謙信秘蔵の侍大将のうち、天か大見守るは、頭なり、 松となりはわでは、有吉冒険微生、侍大将と、激散している。なお、この戦いの起との際に、上杉本人に祭り、謙信自ら戦勝祈願のごまを御守したと、伝えられる、不動明王立像を、柿崎慶也、直江影綱と共に、現在の長野県須坂市にある、米子不動村の本尊として安置したという。謙信没後は、上杉影勝に仕えた。 天正十年、柴田重家の乱に際して、継承から三条上昇に命じられ、騎馬城の補佐や新潟城、ぬったり城攻略にあたり、城攻撃の平坦基地を守備する重責を担った。天正十四年八月十八日、柴田征伐に際して、第二陣に加わり、鉄砲大将として笠堀に夫人、川田のりち高梨薩馬守る、千佐勝島守る。 竹のまた津奈とと共に敵将を打ち取る先行を挙げる。後に、継承から先行を称賛され、感情を受ける。文禄四年、家老、直江え金継の命により、揚松野兵と共に、加茂群出雲伝将、大月将、保内の建地奉行となる。上杉氏が、慶長三年の合津若松、慶長六年の米沢の二度の違法に従い、千百国を領下、漁した。 また、慶長7年には米沢に、天章寺を回帰した。慶長9年6月26日、米沢にて死去。総当州竜古都寺に葬られた。現在は天笠市の歴代の墓は栄松寺にある。なお、子孫は代々米沢藩士として仕えた。主に山形県、東京都、愛知県に現存している。天笠事件で知られる。 天笠正彦も子孫である。文禄三年亭納め動員も黒くに記載されている。家臣は以下の通りである。現新潟県長岡市。ありがとうございます。